そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。いつもお世話になっております。今日はですね、改めまして、当このチャンネルのですね、基本的に去年ぐらいからほぼ毎日やってるんですよ。毎日動画を配信してます。で、ここ最近のですね、配信スケジュールといいましょうか、何曜日は何時に更新ね、発信して配信してるのか、ちょっともう一度ご説明します。今日、日曜日はですね、お昼に12時に配信しております。そして月曜日は例の週刊ギターフロンティア、こちらは夜20時、夜8時ですね、やっております。夜8時に、配信しております。そして火曜日も夜8時、通常のギター紹介動画、夜8時、20時やっております。で、水曜日がまたまた日曜日と同じくお昼の12時にやっております。12時に配信ですね。そして、木金土はいつものように夜8時、20時に配信しております。よろしくお願いいたします。まあ、これまたいつか変えるかもしれませんので、その時はまた皆様に、ね、ご報告しますので、一つよろしくお願いいたします。ということで、今年もですね、去年もやったんですけども、1年間365本の、動画を、やるように、まあ一応努力してます。まあ絶対やるとはまた約束するとね、結構きついんで、まあ今のところでもね、そのペースで今プラス10プラス3か、貯金がいいペースで来てますんでね、一つよろしくお願いします。さあ、本日のギターこちらです。先週の週刊ギターフロンティアでちらっと使いましたヤマハの12弦ギターです。 LL1612ARE2014 年製です。現行モデルですね、オール単板です。高級です。そしてピックアップもついてます。エレアコ仕様になってます。今ね、これ現行モデルで定価が税込み12万1000円です。ちなみにね、今ヤマハさんの、アコースティックギターの中で12弦のラインナップは今のところ現行では4本あるんですよ。4本、その中で一番高いやつなんです。まずオール単板はこれだけですしね。ちなみにこの下が CPX の700212ってやつが定価税込み68,200円、同じく APX の700212、これも同じ値段68,200円。そして FG シリーズにも1本あります。 FG82012、 これがね一番リーズナブルで47,000円かな、で今出てるんです。ですから現行ヤマハさんの12弦の最高峰モデルですね。オール単板ですからね、トップスブルース単板でサイドバックローズウッド、オール単板で、ちなみにスペック上この見た目真っ黒に見えますけど、エボニーではないと思われます。メーカーのあれ見てもスペックのところで何も書いてないんで、多分リッチライト系かな、それだと思いますけどもね。さあ、じゃあこちら2014年製で9年経ってるんですけど、めちゃくちゃ状態いいです。もうめちゃくちゃ綺麗。そして純正のこれまた立派なもんね。これはもうセミハードケースで言っていいでしょうね。いいケースもついていますので、まずはこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。ヤマハの LL1612 オール単板の12弦です。まずはボディートップから見ていきましょうか。かー、めちゃくちゃこのトップスプルス単板どうですか。何度も問題ないですよ。めっちゃ綺麗です。でこちらのピックガードこう擦り傷見えますけど、これ大丈夫、安心ですかい。こちら保護シートがまだ取れてませんから、これ取るとペローっとね、綺麗になります。はい、ラベル、はい、こんな感じ。でフレットね、残りはそうだな、8割ぐらい十分残ってます。そんなまだ使ってない感じですね。はい、指板これ多分黒く見えますからエボニーだと思うんですけど、多分違うと思う。エボニーに見えるけども、これまあ今時のリッチライトとかそんな感じでしょうね。これよく見るとほらポジションマーク凝ってるんですよね。はい、ヘッドめちゃくちゃ綺麗。9年経ってますけども、ゴールドのペグも色あせほとんどないです。ちょっと後ろにしてみます。よし、ほらめっちゃ綺麗。まあ、ペグにブランド名とかヤマハとかゴトとかそういうのは入ってないですね。はい、ネックもめちゃくちゃ綺麗です。もうほぼ傷だこんなし。そして後ろもですね、これ見てください。こういうとこも豪華豪華ですね。ここも木なんだね。
ほら、めっちゃ綺麗。はい、サイドも何の問題もございません。はい、そしてこちらヤマハ純正のロゴ入りの、まあこれはもうギグバッグというよりはもうセミハードケースと言っていいでしょうね。この立派なケースが付きます。よろしくお願いいたします。ギターフロンティアへようこそ。はい、いかがでしょうか。めちゃくちゃ状態ですよね。これはもう本当に9年経ってると思えない。本当に状態、あのもしね、あの新品で購入検討している方、めちゃくちゃお得ですよ。さあ、そうは言ってもね、特に12弦は、まあ、普通の6弦もそうなんですけど、弦高気になるじゃないですか。一体どうなんでしょうか。6弦12フレット上で約めっちゃ低い 2.1 これね、大げさに言うと、この12年間ギターフロンティアやってきて、もう何本も12弦売ってますけど、一番弦高低いです。びっくり、自分でもびっくり。ナット幅、46、まあそれなりにありますね。で、握りはね、薄めの U シェープですね。薄めの U シェープ。さあ、じゃあ実際どんな音がするんでしょうか。まずは指でね、ちょっとポロンと開放弦。サウンドホール真上でブリッジよりネックより、まあそう言ってもね、12弦やっぱりピックで弾かないとね、しっかりいいですか。開放弦もう一回。あやばいねこれ。今電気通してないですよ。めっちゃいくでしょ音が。じゃあちょっとコード弾いて、サウンドホール真上。こりゃ、私リバーブコーラス好きなんですけど、これはいりません。ちなみに先ほどね、現行ヤマハさんのモデルで12弦は4種類出てると、その中の一番高いギターなんですけども、まあ、実際問題は今ヤマハさんの現行モデルで LL シリーズの一番高いやつは190万以上するんですよ。じゃあ12弦ももうちょっと高いのがあってもいいと思いません？でも各メーカー見てください。ギブソンもマーチンも実は12弦モデルってそんな高いの実はないんですよ。なぜか材をどんなにいいやつ使ったとしても、もうこの12弦というこの何システムというか、この性質でいい音出ちゃうんですよね。だからそんな高い差じゃなくても、だからそんな中でこの LL16 オール単板ですから、もう十分これ以上もう材に凝る必要ないんじゃないっていう、そういうことでしょうね。いや、やばいわ本当に。夢のようなサウンド。じゃあそうは言っても、じゃあ電気通します。でこちらのピックアップはめちゃくちゃあの電池いらないやつです。パッシブですから、ボリュームも何にもない、シンプル。逆に言うと壊れませんから。じゃあボリューム上げますね。ほら、今何にもいつものようにリバーブとかけませんから、今日はね。やばいな。さっきのもこれも弾くんだけど、これもそうですよね。ちなみにもう一回電気消します。いやもう生でもやばいわこれ。いやもう本
当にこの12弦、弦高も低くて弾きやすいし、見た目も綺麗、ケースも立派、問題ないんじゃないこれ。で電気もすぐね使い、あのピックアップで音も出せる、ライブで即活躍、弦高も低いし、これどうしよう。あとは、あとは値段だけですね。じゃあこれなんとお値段がですね、今現行品ですよ、今、定価が12万1000円で、ほぼほぼ定価、今ね本当いつも最近言うんだけど、人気のモデルほぼほぼネットなんか見ても定価ですからね、売ってるのは。お値段がなんとこちら、これだけ状態よくてですよ、税込みで7万8000円です。よろしくお願いします。いやー、僕あの自分で言うのもあれですけど、お礼欲しい僕前も何度か言ってるんですけど、一時ね20年ぐらい前のお話ですけど、結構あの一人で、あのバンドじゃなくてあのピンで、ギターで弾き語り結構やってた時に、色の店とかね、12弦で一時やってた時期なんですよ。12弦のエレアコで、あの時サイモン&パトリックっていうカナダのやつで使ってました。あの時もね、最初はやっぱり大変だったんだけど、やっぱりね12弦で一人でやると音の広がりがあるんで、結構使えたんですよ。もうそんな難しい奏法はしないで、コードとかアルペジオで弾いたもので、で音に広がるんで、ですからすごくね、一人でもなんか二人ぐらいこうメンバーと一緒にやってくれるの感じがしました。ですからそういう意味で言うと、ギターはもう間違いなく相棒ですもんね、メンバーでしたね。ぜひあの皆様もですね、12弦まだ使ったことないって方、ちょっと興味がある方、チャレンジしてみてください。そしてこれはね、オール短板ですから、これ間違いないです。一つよろしくお願いします。ということで、本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。お父さん、出るときゴミ捨てといてね。もうギターフロンティアばっかり見て。